どうも、がいちです今日はね、取り急ぎ二つの告知と、えー、次回の予告を兼ねた短編ですピンクの話続き本格的なピンク映画第一弾を次回話しますその監督、それをねそれに出していただいた監督が もうかれこれ20年来の付き合いになるのかな国沢実さん国沢だよね沢じゃないよね, <laughs> ね国沢監督当いすごかったね初めて出てピンクやらせていただいて、まあ、詳しいことは次回題名はブレイクワイフね二人の女の間で翻弄される 翻弄しているつもりが翻弄される夫の役をやりましたなんと共演女優は当時ももちろん今も恩体吉行由美さん、ね、数々の賞を受賞なされ賞を受賞とかしげか、ね、監督もなさる吉行由美様となんと当時まだデビュー間もない今となっては 歌の方でももちろん芝居でも音体佐々木真由子さんねその二人に翻弄された役をやりましたでなぜ今日、ね、ここで急遽 <laughs> 急遽じゃないか <laughs>、うん、急そかあ違う猫をかむ違うかこんなわ分かんないね AI にはね急走猫を噛む意味が違ういい急遽これを開いたかというとこのなんと 国沢実新別に監督これ嫌味じゃないからねちょっと出てよって言われて「はい」っつってなんだっけなこれ「裸のタイガーエロすがり」ね、あの概要欄にも貼っときますがそれで私はあのは設定によるとね国沢さんのね設定によると「 昔やんちゃなことをやっていた親父が今なんかやんちゃが抜けずにバイクを乗っているっていうからハーレーに乗れるんだったらいいよってことで私が出ま,いりましたハーレーに乗ってビヨンと来て主人公の女の子が「ひゃっ怖い惹かれそう」ってなってからなんかそこのドラマが始まるんだけどおじさんはそのまんま粗大ゴミに突っ込んで。 ぶっ倒れると、えー、カットされてなければその後私がメットを脱いでヘルメットを脱いで一言言うのが写ってるかもしれませんこれはですね、えー、この2月の11日からなんと3月10日まで上野は大倉劇場またあと横浜ではね高音座の2の方で2月11日から3月10日までやりますので。 私も一回は見に行こうかなと思っておりますので劇場で会いましょうそれともう一つこれはねこの携帯に入ってるからちょっと待ってねええー、<laughs> はい私がね世話になったこれをずっと見ていただいている方にはお分かりの劇団東園東園ね東の縁ずると書いて東園そこで 当時、ね、同期だった女優今でも桃園今でもじゃね今でこそ桃園で劇団員として演じている高藤太鼓が出演するテティィナシティこれがねちょっと小さいよ2月の16日から27日まで、ね、自社劇場桃園パラータにて やります私は18日のソワレに行きますよろしかったら劇場で会いましょうこれも概要欄に書いておきますからね剣をお求めの方は当園に電話して「コートを堪え扱い」ということで剣を買っていただけると喜びます私も <laughs> 同期のコートをもね進撃」面白いよ。 ということで、今日は簡単なね、<laughs> 告知でしたこれからね、概要欄とか作るのに時間かかるから今日はちょっとね、一人飲んでるだけですがはい、サブスクライブプリーズ、ね、どん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 増えていくとね気分もバン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 上がりますんで <laughs> プッシュグッドボタン、よろしくお願いしますねコメントの方もね、どんどん書いてくださいねそれでは、今日は短めのガイチュしたチェーズ 劇場でお会いしましょう。